頼まれごとの文を手に一人席へと向かう道、胸をよぎるは男の姿。窮地の男は赤眼で、里を潰した仇の正体、なぜだ、わからぬ、何のため。ただただ憎めばそれでいい、殺せば全ての型がつく。知る前ならばそうだった、知ってしまった今は違う。全てを知らねば刃は向けぬ。あんたは私の敵なのか、殺す定めの敵なのか。今はひたすら席へと走る、文を片手に席へと走る。全てはそれから考える。まあそう言うな、わしなど猫すら持っておらんというに。
竜は釣れるのかい？竜はまだだ。亀ならたまに引っかかるが。ミミズクさんだね。あやめさんかい？あやめは訳あって来れない。文を預かってきた。なんで、どっかで聞いた声だと思うや。おめえ凛じゃねえか。吉五郎さん。じゃあ、郷田の密偵っていうのは？おめえや元締めを騙すつもりはなかったんだがな、こうなっちまったからにはしょうがねえ。元締めにはうまくいっといてくれ。うん。中を見たか？そうかい。おめえを切らずに済みそうだ。吉五郎さん。うん？吉五郎さんもあのあやめって人も黒屋には何の恨みもないはずだよ。なのになんでこんなことに命を張れるの？国に仕える忍びや患者ってのはおおよそこういうもんだ。もう会うこともないだろうから言うが、おめえ始末屋には向いてねえよ。え？おめえの刃はあったかすぎていけねえ。人斬りの刃ってのはもっと冷てえもんだ。じゃあな。いや、無事だったんだ。
凛の後を追い菱屋の席を越えるあやめ。その先には数多の敵が集まりつつあった。次回天中紅、関越え道中敵王子、世の悪は紅に散れ。